皆さんどうもこんにちは、打楽器の演奏家の島崎優斗です。だって先日、絶対音感ってどうやったら身につきますかっていうご質問が、配信中、生配信中に来まして、まあそれ僕の答えは、まあもちろん小さい頃からいろんなトレーニングやれば身につきますよと、まあ、ただ絶対音感っていうのは音楽やる上で必要ないですよっていうお話をちょっとさせていただきました。でそれについて今日詳しくお話ししたいんですけども、絶対音感ではなくて、相対音感というもの、皆さん、ご存知でしょうか。相対音感というものが音楽やる上では非常に重要でして、これをぜひ身につけてほしいと思うんですけども、じゃあそもそも、絶対音感と相対音感って何かっていうと、絶対音感っていうのはもう音が全部ドレミに聞こえちゃう、もうその場で音がすぐにパッとわかるっていうのが絶対音感です。で相対音感っていうのは音と音の距離がわかる、これが相対音感です。ただ音、何かの音を聞いた後に、次の音を聞いたら、あ、今のはこのぐらい離れてるな、だから何の音だなってわかるっていうことですね。もうちょっと日常生活に噛み砕いて言うと、そうですね、何がいいかな。じゃあ車運転してて、自分が40キロで走ってます。で隣でちょっと早く、追い抜いてくる車がいました。ああ、じゃああの車50キロぐらいだなってわかるのが相対音感で、絶対音感って車で例えるとどんな感じかというと、なんか高いビルの上から車走ってる道路バーって見て、あれ40キロ、あれ52キロ、あれ34キロ、あれ62キロみたいな風にその場でパッと見ただけで、スピードが分かっちゃうみたいな、まあこういうのが絶対音感ですね。まあだからパッと見て分かる絶対音感と、なんか音と音の距離が分かる相対音感と、まあ、なんとなくこれ聞くと絶対音感の方がすげえ特殊能力だし、なんかあった方が便利そうって思うじゃないですか。じゃあまずはなんで絶対音感必要ないか、っていうと、あの絶対音感があるとね、ちょっとしたピッチのズレとかがすごい気になっちゃうことって多いんですよ。でアンサンブルにおいて、非常に重要なことっていうのは、ピッチをね、あの 100% 442とか440に合わせるとかではなくて、他の人がちょっと高めに吹いてるところに合わせたりとか、低めに吹いてるところに合わせたりとか、その全体でのバランス、全体で合わせるっていうことなんですね。でこれ中高生とかでこうチューナー絶対主義みたいな学校さんだとちょっとよくわかんないかもしれないんですけども、チューナーにね合わせるっていうことよりも、他の人が吹いてる、この人の音程に合わせようみたいないうことが非常にアンサンブルの中では重要で、でプロってみんな絶対そうやってます。そうやってます。あ、ちょっとこの人が低く吹き始めたから、あの私も少し低めにしようとか、あるいはドミソの和音で、自分はミを吹いてるから、あ、ちょっと普通のミよりもちょっと低めにしようみたいな風に、まあいろいろあるんですけど、そういう風に自分でピッチをコントロールするっていうことが大事なんですけど、絶対音感があるとそれがねすごいちょっと不快に感じちゃったりとか、まあなんせあの雨の音とかでもドレミに聞こえる、ドミソシルルルルルルルみたいな風に聞こえちゃうっていうのが絶対音感の能力なので、やっぱねない方が良かったなっていうのはそういうのが原因ですね。あの日常生活に関してもストレスだし、アンサンブルする上でもなんかいろいろ気になっちゃったりストレスに感じることがある。あるいはあの和楽器、日本の楽器と演奏するときってピッチがねすごいずれたりとかするんですよね。でそれがまあ日本の楽器の特徴だったりするんですけど、そういうときにもすげーずれてるみたいな、ずれてて気持ち悪いみたいなことがあるので、まあ絶対音感、はあんまりない方がいいんじゃないかなというお話で、じゃあ相対音感あると何がいいかっていうと、それの全く逆ですね。まあ日常生活においてストレスはない、それから誰か他の人がピッチが下がったとかピッチが上がったとか分かるので、それに対して自分もどのぐらい上げればいいかが分かる、これが相対音感のいいところです。で相対音感って何ですかね、まあ、すっごい簡単に言うと、相対音感のレベルの低いところから上げてって上げてって、すごいいいところまで行って、それをさらに超越していくと絶対音感に最終的になってくるんですけど、相対音感のなんか絶対音感になる一歩手前ぐらいまでトレーニングできると、まあ、すごいいいんですよね。で、そっからね、絶対音感にバンってなるには、結構特殊なトレーニングがまあ必要だったりするので、まあまあまあ、まず相対音感をできる限り鍛えればいいかなっていう感じです。で、例えばこれ、ド弾いた後に、じゃあ次、目つぶってこれ何の音って聞いた時に、あ、ミだね、みたいな。これが相対音感なので、例えばスーパーで流れてる音、聞いた時に、なんか何の音か、なんとなくわかるなと。なんとなくわかる。じゃあ自分が、ドーっていうのを頭の中に覚えてて、ドーっていうのを頭の中で鳴らして、スーパーで、なんかこの音から始まったぞっていうメロディーがあったら、あ、これミから始まってるから今のメロディーはミレミソミレミだなとか、そういう風に分かるのが相対音感です。で相対音感さえあれば、基本的に耳コピとか、あるいはなんか即興演奏みたいな、その場で聴いた音楽をその場でやるみたいなのは、できるんですね。これね、皆さん絶対音
感だと思ってる方が勘違いしてる方結構いらっしゃるんですけど、相対音感さえあれば皆さんがなんかプロの人たちがすげえその場でいろいろやってるみたいなことで全てできるんですよ。まあ、なので相対音感を鍛えましょうというお話でした。相対音感の鍛え方に関してはこれどうしようかな、ちょっと動画にするとすごい長くなっちゃうかもしれないですけど、もしなんかいいトレーニング方法あったらサクッと紹介できるものがあったら今度紹介しようかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。絶対音感は必要ですかという話から絶対音感ではなくて相対音感を鍛えてくださいねというお話でした。打楽器演奏家の島崎優斗でした。ありがとうございました。